失意の軍神の影が奥州の地をも包んだのか。館に帰り着いて5日10日と過ぎた今もなお、国主伊達政宗が目覚める兆しはない。そんな日々を一変させたのは、国境に姿を現した徳川軍であった。1日経てば一ノ関、2日が経てば平泉、にじり寄る大勢力を前に伊達軍が打てる手立てなど何一つない。最悪の窮状を前に、片倉は己が心に問うた。今己がなすべき戦とは何かと。この機に奥州を飲み込む腹か、徳川。いや、落ち着け。軍神のごとき氷となれ。俺がなすべきは吠えることか。そうじゃねえ。明け方の月、政宗様、あなたに一つ詫びねばなりますまい。この小十郎、長らく戦を忘れておりました。真剣勝負にかまけるあまり、勝利がための戦を怠った。この目はいつの間にかあなたの右側ではなく、ただ夢だけを見ていたのです。あなたが未だに目覚めぬのは、俺が負わせた戦の重みに耐えかねてか。なればこそお見届けあれ。この小十郎が果たす明け方の戦を。独眼の竜となりて天かけよ。そのために俺は刃を取る。それがし徳川家康、同盟を切望する奥州国主伊達政宗殿にお目通り願いたい。参加か、並立か。まずは肝を晒してみせろ。さすがは北の雄、どんな時でも牙は抜かないか。分かった、心ゆくまでわしの腹を覗いてくれ。ここで手を組んだら、いずれは敵味方だ。天下は一つきりだ。承知の上か。無論だ、そうならないよう努力はするがな。おっと、どうやら俺も溜まってた。いいかおめえら、悔いの名誉を己に問え。てめえだけの戦、果たすべき何かの正体を。そんなの花から決まってますぜ、小十郎様。すさまじい輸送力、大空落ち。我が死の背に見出した力強さとぬくもり、そう、これぞわしが受け継いだものの姿だ。嬉しいな、忠勝。この戦いの後、世にも頼もしい絆ができる。豊臣を撃ったばかりのてめえが欲するもの、それは地盤と勢力、背後の保証だけだろ。Thank you.
数で従えるのがてめえのやり方か。確かに真理だ。避難はしねえ。東軍の主力を迎えるには数が少なかった。無礼と取られなければいいんだが。この数の差は人望のさなんかじゃねえ。筆頭たちこそ唯一無二のお人だよ。水成と極岩流か。激しい戦だったんだろうな。ついていくと決めたんだ、小十郎様に。ここはこんなもんでいいや。問題は次か。大丈夫、大したことではないさ。そんな動きを読まれねえとでも思ったか。貴殿と家康様、望む世は同じはず。安心しろ、てめえを侮ることだけはしねえ。並べ、進め。誇り高き者の二つよ。了解っす。そうさ、俺たちだって石垣の一つだ。てめえを崩せばだいぶこちらへと傾く。家康様が手を伸ばすなら我らは足となろう。おるか、力を振るえよ。徳川、てめえの腹に遠い何かが見える限り、この奥州の地を踏み荒らさせはしねえ。眺めれば氷のように、立ち合わば火のように。あれでこそわしの知る片倉殿だ。この絆もありがたく使わせてもらうぞ、最上殿。整備とやらはわからないが、大丈夫かな。いや、様、仕掛けモグラが暴走。ああ、田畑がボロボロに。なんたること。流れが変わったな。今はこちらが風上だ。怒りよりも重い感情を教えてやる。小十郎様の頭の中には勝ちへの道順しかねえ。おめえらは下がれ。ここは俺が引き受ける。承知っす。農民のためにも引けねえ。約束だ。まがい者の覚悟なら磨き上げて本物にしろ。あの様子、さてばもっと前から。怯える顔が見たいわけではないのよ。みんなの足があればこそここまで来れたのだ。おめえら、政宗様の身に変わりはねえな。まだ癒えていないのか、独眼竜。だからこそ片倉殿はあんなにも。
マサネ様、夢うつつにもご覧あれ。この小十郎が示す新たな覚悟を。片倉殿、古傷を負っているのではないか。隠さなくてもいい。動きを見ればわかる。小田原か。独眼竜をかばってつけたのだな。すぐに手当てをさせよう。幸い腕のいい薬師も連れて。断る。施しは受けぬ。なぜだ。わしらは信用ならないか。今もなお独眼竜が苦しんでいるからか。自分一人が楽にはなれないと。そうか、分かった。理由は情けに甘んじねえ。理由の上には誰もいねえ。東の陽光たるてめえであってもだ。その信念、命取りとなるやもしれないぞ。それが俺のなすべき戦だ。二言はねえ。てめえの戦は天にも通じる広さなんだ。俺の戦はもっとひそやかでいい。今こそ名乗る。伊達の軍師はこの俺だと。なすべき戦だ。傷つけず勝つなど不可能だ。戦わず手加減など考えるなよ。それは侮辱だ。見逃さず、奪わせず、恐れはせず、屈さず、全ては竜が舞うべき空の彩りを残すため。お前もそう思うか。本当に人とはすごいな。目を凝らし、あらゆる補佐を務め抜く。それが俺の見出した誠の真剣勝負だ。お前の戦、そして絆、確かに見届けた。独眼竜、わしらは本当に下方者だな。こんなにも強き絆に見守られているのだから。俺は月となり戦を照らそう。日を望むためにいとまるし、明け方の月として。穏やかな日もいい。しかしおぼろげな明けの月もわしは好きだ。静まれ。てめえが胸に抱く心音を聞かせろ。奥月に下る光やあまた。これが理由だ。この背にそびえる無数の刃だ。
なんとかなったな。やめるんだ。そうなってはまず引き抜けない。お前が傷つくだけだ。私の負けだよ、片倉殿。東の将、徳川家康。今ここに奥州伊達政宗公の徳福するを祈願し退却する。情けのつもりであれば。とんでもない。わしは感じ入ったのだ。奥州が誇る明け方の月、その気高さと雄大さに。次に来る時の喜びがまた一つ増えたよ。では独眼流によろしくな。政宗様、あなたの道はまだ続いております。あなたが再び天に駆け上がるその日まで、俺は地の全てを見通しましょう。